山形県に大雨警報が発表されました。山形県に大雨警報です。山形県の鶴岡市と西川町に大雨警報が発表されました。この後も雨の降り方要注意となりそうです。では今の雨の状況を見ていきましょう。7時20分までにいただいております過去1時間分の天気のご報告です。東北エリア広く雨が降っており、山形県内も広く雨のご報告です。ザーザーレベルの雨の報告をいただいておりますし、また雨雲レーダーを重ねて見ていきますと、活発な雨雲が広がっていることがわかります。今日も上空寒気の影響でしたり、また低気圧の影響などにより大気の状態が不安定となっています。この後も強まる雨や、また雷やあられ、突風伴う恐れもありますので、降り方に十分にご注意ください。以上、気象速報をお伝えしました。